やるとするか。さあ、噂のスライムランドに行くかじゃ。さあ、行くぞ。謎の大地へとちょっと旅立つ時が来てるな。ピーローピーピーローピーピーローピー、ちょっと泳いできてるな。泳いで行かせてくれ。ちょっと全身の神経を研ぎ澄ませるためにちょっとあの、ちょっとそういうのは必要なんじゃねえかっていう。おお、なんかすげえなんかあれじゃん。何あれ、ダーマ神殿じゃん。見た目がなんか。ロンダルキアにも行けるし、どこにも行きそうだよな。スライムだけど。何それ、アランジがハグルメタルとかいるんじゃねえ。ちょっとそれちょっとさ、アクアスライム、アクアスライムだと。またなんかわけなあかんのいっぱい出てきたな。はい。心捨てるって悲しいあれだな。響きは悲しいが。ペー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 、よこせ。思い出の鈴お弁当、ほうほうほう。だいぶ増えたね。480だぞ、あれな。てれでてれで。何ここ、大物がいっぱいあるね。とりあえずこう行こうぜ。さあ、ここがその噂のあれか。ありがとう、ちゃーん。聖夜と続くオーブダンジョンを実現させましょう。何やったその恐ろしいあれは。はい。何 ?1、2、3、4、5。まあ、知ればいいかじゃ。レッド。シルバー。何でもいいけどね。じゃあシルバーにつくか。シルバーで揃えよう。さあ、持ち上がれ。はい。組み合わせなんのか。ちょっと組み合わせあれだな、ちょっとな。まあ、とりあえずシルバーの。ちょっとシルバーおじさんからちょっと攻めていこうぜ。これ大丈夫？ちなみにこれ大丈夫なのかな？ちょっとなんかさ、単純にちょっと不安なんだよ。戦力っていうかなんか。だいぶ強いから。いや、キャロルちょっとあれだな。防御そんな強くないんだよな。あ、トゲボーズキャン、まあ、まあ、そういうあれだったら、まあ、そういう類のあれだったら、まだいけんじゃね。舐めすぎか、ちょっと。てこのダンジョン、どんぐらい広いんだろうな。109でしょ、なんか、まあ、あれだな、なんか、そんななんか、大したなんか、うまみがねえんだよな。多分、戦いしたらないかもしれない。これ、降りたらどうなの。なんか、外に出そうな気がするから、ちょっとあれだな。それはちょっと避けたいな。逃げる。で、固定かな、これも。なんつうのかな。最近なんか出てくる男女なんかあるんだよな。ランダムっぽいんだよな。なんかランダムっぽい感じがするから、なんかちょっとわかんないんだよな。てなんつうの、このなんかもう、トルネコとかなんかチョコみたいな感じで、なんかもうランダム聖戦男女みたいな、そういう感じになって。てんのかなと思うときもあるが、ちょっと俺よくあるな。ペペ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 ペ。敵が単純には強いんだよ、ほんと。どうにかしてくれ。ドゥル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 ルル。なんか精霊もなんかいっぱいそうなんだよな。これ全部の精霊にならなきゃいけないみたいな、そういう感じ。そら恐ろしくねえか。前がなんか思ってるくらねえな。ドゥルドゥルドゥル。いやでもこれはこれでなんつうの、その全部の精霊になんか会わなきゃいけないみたいな、結構大変だぞ。すげえ大変だぞ、それは。あなた誰？どちらさん？珍しいものを求めてこの男女に入ってきたものの。はい。なんか売ってんじゃねえか、なんかとてつもない。世界中エルフの飲み薬もある。あ、リンゴいいやつ。あー、でもまたどうせあれだろ、なんかあの、なんつうの、そのなんかさ、またなんかオーブ系なんか集めなきゃいけないから、まあ、とりあえずこれはこれで OK だな。1個だけあれしようぜ。これは欲しい。はい。これなんか全滅とかありえんのか。てか全滅がボス戦があったらちょっとすげえ厄介なんだけど。それはやめてほしいな。ちょっとボス戦があったらもうおしまいだぞ。完全に。ドラギョンがいんのがマジやべえな、それ。ドラギョンやべえだろ。もっと一気に行こうぜ、もう。とりあえずもう先に進むような感じで行こう。どっから行くのか知らねえけど。で、ぐるぐるぐる。ただ、あのドラキーであの強さで、もうドラゴンどんだけ強いんだよ。200。はぁ、何それ。それひどくない、ちょっと。だいぶひどいよ。
て考えたらちょっと他のどっかで行ってみるかじゃ。落とし穴はねえだろ、いくらなんでも。そろそろ極悪すぎんな。踊る宝石だったらなんかいけんじゃねえかっていう、そういう感じも好きよな。下から行こう。ドゥルドゥドゥルドゥドゥルドゥル。階段を階段。階段が来ればそれでいいんだ。ファントムグラス？いろいろやってきやがる。激しい炎とかなんか。呪いとか。まあ、こっちの正解ルートな気がする。正解ルートそっから。おい、これ至るところになんか落としたらなんじゃないかな、まさか。それはちょっと勘弁してくれよ。ああ、懐かしいな。岩石群も人食いさの強くなってきたな。そして呪い、呪われてしまった。あのファントムグラスのあれ、ファントムグラスによって呪われてしまった。もうここまで来たらなんかあれだな、もう全員ザオラル欲しいな。全員ザオラルとかなんかいろいろちょっとないとさすがにちょっときつくねえか。俺砕けちゃった。やべ死におった。やべマジか。俺なんか無限に使えるもんだとなんか思ってしまった。やっぱ愛ってあれだな、形あるものってなんかもう崩れるんだ、やっぱな。それは人間も同じことだよな。そういうことか。やっぱ甘えちゃダメなんだ、そうやってな。これもう教訓得てはなんかもうその環境に甘えてはいけませんよっていうのが、それいつ崩れ去ってもおかしくないっていう、もうまさにそういうあれだよ。まさにそれですよ。完全ならもう人生の教訓を得てしまった。やめろ、ファントムグラスとかマジ半端ねえな。てるてるてるるるるるるるガーゴイル。やめてくれ。俺を追っかけないでくれ。ここ行かなきゃダメじゃねえか。いやー、これどこ？この下か？下に？何かしらあればいいんだから。ちょっと頼むぞ、マジで。結構でも言ったよな。あー、お宝。じゃあ、それは、おぉー。あー、なんだあれは一体。これなんか上がったらなんかなくなって消えてねえだろうな、まさかな。消えてるということがありそう、恐ろしいわ。お。なんじゃそれ。なんだこれ、罠だな。お。これは何事だ、これは。ギャンブラー。何度も男女に入ると、たまにはこんな場所が出るんだぜ。覚えてるか。どうぞ、あれか。なくなってんのか。命の木の実。マジで？何それ全部くれんの？ずいぶんあれだね。なんか微笑ましいこいつあれだな。おい待てよって言ってんのか。お前に宝あげるとは言ってねえぜみたいな感じでな。そう、襲いかかってきそうだもんね。俺が取った分だけなんか襲いかかってくる可能性もあるからな。ちょっとそれはちょっと気をつけなきゃいけませんね。恐ろしいですね。もう小さなメダルいらねえだろ。うぃー。俺は助かる。そういうあれもあるのか。ランダムっていうか、ある程度なんか、まあなんつうの、その形成されてるっていうか、なんつうの、一回一回がランダム要素なんじゃなくて、多分ある程度そのなんつうの、まあそういうなんかあれなんじゃない、弱に。ドゥルドゥルドゥドゥン、ボボ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 ボ。何回まで行った？結構行ったんじゃね？結構行ったような気がするんだけど。もう戦ってらんねえだろ。なんだこれは。おあ、ミミクか、ミミクやったらいいだろ。いや、ミミクでザキで、あ、ザキ、まあ、ザキ来てもまあ問題ねえや。任せた。もう敵じゃねえだろ、もはや。もはや敵じゃねえだろ。もう全然良いじゃん。あんなになんか命だけのなんつうの、すげえ、激闘をなんか繰り広げたんだけど、ミミク相手には。もうミミッキューいねえぞマジで。左上かこれ、左上か右下のどっちかやな。私の予想は。てけ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 て。何もない。何もない。お、なんかそれらしき物体があったね今。ひえ。たまったもんじゃないぞ。あれだってもう一人使われたからもう400ダメージ食らうことになるからな。とんでもねえあれだろ。とんでもねえお化けだよ。てれてれてて。左が下が左だな。そして下だな。いや、わからんぞ、これは。なにー、バニクロ。だんだんもうめちゃくちゃなってきたな、ほんと。
殴っても強いし。もうやめて。さあちょっとガチでやめてちょうだい。やっていいことと悪いことというものがあるんだよ。危ねえな、この。あともう、願わくは本当にマジでボス戦とかやめてちょうだい。この状況でもボス戦ってもう多分相当あれだぞ。まあ、多分なんか裏ダンジョン的な、なんか扱いになってる気がするから、相当強いんじゃないかっていう。絶対的ななんか強さを持つような気がするからな。それはちょっと勘弁してほしいんだよ。おっとぜ。お、助かった。てってってってね。いや、もうだいぶ来ただろ。これどこだよ、ここ。ここどこ？我々ってどこ徘徊してるって。教えてくれ。ひえー、とんでもねえ木工するマジで。とんでもねえぞ、ここは。もういいぞ。いいんだ、それで。てげてげてって、もう行っただけだったらいいんだよ、全然。行っただけだったらいいんだけどさ。そうもいかねえね。そうもいかねえね。お、こんなんか怪しいな。いや、多分普通のあれか。ノーマル的な。いや、真ん中になんかルビスの像みたいな、そういうのが。ストロングアニマル。だんだん来てるね、なんかわけな感じあれが。でも、あえてこういう戦うことによって、戦うことによってですよ、なんかちゃんと、心とか手に入れたらなんか、なんつうの。いや、せめて一旦の時にしてくれ。戦うのはいいにしても。嘘。だ心とかこれ手に入れば、もしかしたらさらなる強化ができるんじゃないかっていう、そういうあれがあるわけなんですよ。ペペ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 。このビーナスだのダメージだぞ。とんでもねえ。シャナクを食らとして。いや、恐ろしいあれだな、マジで。恐ろしいヤマンバになってきたな。さあ、これ何回だ、ここは。もうなんか10回ぐらい来たんじゃないの。てってってれって。お！どちらさん？自分を鍛えるためにここに来た。何も教えないよ。この人がやめてください。そうだ、当たり前だ。当たり前だ、そんな。何を言ってんの、君は一体。お前が勝手に一人で全員、あいつなんか戦ってるやつ。ちょっと待って。473。よくわかんねえな。そうなんか、まあでも、どっちにしろ結構食らったな、今。キラーマシンだろ。だって、これでキラーマシンの心って言ってもあれじゃん。別にそんなあれじゃん。もともと持ってるもんだからなんかさ。ういえ。安全から攻めていけば、なんかそうやってなんかなんか出口が見つかる場合もあると。いや、キラーマシンって。勘弁してくれ。呪いもどうにかしてくれ。もうなんか結構来たんじゃねえか、これ。てっ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 て。もう落とし穴がまあ、とりあえず、今んとこないときマジでね。もうそれがあったら申し訳ないだろ。とんでもねえことや。もうちょっと頼むぞ、マジで。よこせ！まだ？まだ続く。何こいつ！これは戦おう、ちょっと。これで戦おう。なんだこれ。間違えた。ちょっと動揺しまった。よ、こいつなんかよこせよなんか。おい。戦ってもいいかもね、あえて。最初、あーでもまあボス。いやー、ボス。戦が来るかってかなんで、なぜ、なぜあなた方そんな怒涛の勢いで来るわけ。いや、おかしいだろ。ふざけんじゃねえ、ふざけんじゃねえ、ふざけんじゃねえ。ああ、はあ、危ねえ、危ねえ。よし、引き換えろ、お前やる気出せ。ちょっともうこれ、ちょっとマジやばくなってきたぞ。魔界地味来たな。魔界なんてもんじゃねえだろ、あれ。なんであいつが普通にいんの。てか、なんで神竜もいんだよ。神竜いるって、やもうおしまいだろ。やべえよ。なんでだ、そんなことがあってたまるか。お、お、お、出口か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 。え、ガチ
まあ行くしかねえのこれはな。もう行くしかねえんだ俺たちは。どっちにしろわしはこの世を照らす光の精霊じゃ。言うこと迷われた。なあ不思議な道を越えてきた褒美に願うひょっとか。お、なーにー、強くなりたい心が欲しい。なにそれ、オーブが欲しい。オーブ、心、強くなりたい。心も欲しいな。なんだったらもう心、はー、心で強くなってもいいんじゃない。だってこれどっちにしろだってあれだろ、これ強く、え、いける、心もう持てない。ああ強くなりたいって逆に何くれんの心って。心って何くれんの。これどっちにすべきだこれ。あー悩ましいところだなこれ。いやでもこれもうまたこの、いやもう普通に言うかモブリやん、モブリ、面白い。そうだ、はぁ、はぁ、気が狂っとるのかこいつは。どんだけ俺がここに来るまでなんかとてつもない身にあったと思ってんのあいつ。心よこせ。そうだ、はい、光の精霊、光の精霊、ドラゴンマシン、キラマシン2。え、光の精霊じゃねこれって、ドラゴンマシンって、ね、まあいいよ、はい。これでやれと。まあ要するにこれを繰り返すってことだな。要するに分かって、とりあえずまあこれを繰り返して、まあその多分そういうことだな、ね、また世界拡張、おい、後ろに行って、まあそういうわけなかなかやって、まあ、この大陸ちょっと探索してんだけど、ちょっと。道具をもらってみたいな感じで、いろいろやる。テーパー。やだね。あれ、ゼノン、あれちょっと待って。あれ、ゼノンってあれじゃん、え、お前、リュウガかもしかして。ウェインか。はあ、お前たちと一緒に旅をしていた仲間たちがこう訪れる。おお、なるほど。そういうことか。一向になっててくれなくての。はあ、なるほど。あ、バンがすきましたね。もうちょっと強いゼルでこうぜマジで。アレックス分かられんだ。ゴーってやべえな。そう言われちゃうや、どうすればいいんだろうな。ボルド、もう多分大丈夫だろう。じゃあボルドさよなら。まあ問題点としては、どうしようもねえな。まあいいんじゃないこれで。いいんじゃねえか。さあどうすればいいんだこれ。なんかあんのか。ほんとだ、スライムだらけ。トゥルルルルルのが洞窟がいっぱいあるな。なーに、あ、呪いどうにかしてほしい。どんぐらい強いの。金を持ってる系だなこいつな。何、逃げてらしないだろうな、まさか。ほうほう、そんな、そういうあれ、めちゃくちゃ勝てんな、とりあえず。ルルルルルルル、全然ダメージが与えられない。しかもこれ、耐性もあるだろ、きっと。よし。おのおの頑張ってくれ。てるてるてるて、消えた、やつはいなくなった。なんだと、なんだこいつ。一応百戦真面目。なにはぐれメタルと逃げるのかこいつら。いえ、なんかもうバトルしかしてねえな、さっきからなんかもう
167。あ、普通に食らってんじゃん。え、普通に食らってんじゃん。え、これ、ね、あれなの、権限じゃもらえんのか。恐ろしい。いろいろして恐ろしいことになってる。やめてー、もうやめてこれ、下手したらこれ全滅するぞ。これ全滅は避けたい。頼んだ、やめて。あぶねえな、この、これでヨナズ来たらもしまいだぞ。やりやがった、やりやがりましたね。ちょっと待てよ。だったらまあここのまま殴りで削って、いやちょっとザウラルだろ、でこういうことだろ。強えな。よし、いやマジやべえな本当に。まあいつも変えるからな、変えると考えたらまだいいかも。ちょっと経験ちゃんとよこせよこいつ、マジ頼むから。おお350。あとはあれだろ、任せるか。こう、これだ。てれってテレッテテレッテテレッテ。いや、どんだけ強いの、このお方は、ほんとに。めちゃくちゃだな。まあ、ベホマラとか欲しいよな。とりあえず、ベホマラとはザオリクも欲しいんだよな。ザオリクとか普通に欲しいよな。もうそれがないともう普通にも無理だろ、これ。まあ、ビーナスばっかりやってくるんだよ。お、だって、バンが強いな。バンが強いよ。入れときよかったわ。これちょっともうヴィーナスやる可能性がある。まあそれはそれはそれしょうがない。お、ナイス。それはナイス。ということで710。占いはあれか、敵のなんかある、占ってくるんだ。残りの、残りの体力は。え、もう一個の男女気になるの、あとあそこ、あそこも気になるんだよ、あの、アレフガルドのあそこ。7130? まあいいでしょう。まあいいでしょう。てれってってって。この右穴の右穴。え、これもなんかオーバーあるのかな。おい、どんだけダンジョン潜りまくってんだよ。まあじゃあちょっとここだけ見てっか。じゃあちょっとチラ目だけな。いや、なんじゃこの狂った。あれはもうサクッと、まあんだけ長いダンジョンがあったからさすがに、なんつうの、まあ、2、3回で終わるんじゃないかと俺はもう勝手にも予測をしてるが。アクアスラムってこれか。すげえ可愛らしいあれしてるな。なんかそしたら右のペンギンがなんかドラクエ6あたりなんか出てきてるような気がするな。そんなあれだろ、なんかそういう類の生き物だろ。ベー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 、ここオーバーあんの、ここなんか、ここなんか、ここはなんか関係なさな感じがするんだけど、キラウェイ昔流行ったあれだな、髪型なんだよ。なんじゃこれも行くしかねえな。魔王の精霊かな、微妙だな、なんかアイテムのあれが。あーてかあれも気になる、あのなんか光の精霊のあれ、あれすげえ気になるじゃん。あれでだってもうなんかなんつうの、究極のだってもう究極召喚できるんだろうって。俺がだって最初に引き合ったのがあれだからね、光の精霊だからね。究極召喚だろ、そしたらもうそこでよ、あってもう、やるしかないわけですよ、もう私が、もう私自身がもう光となっても、この世をなんつうの歩いていくしかないんだよ。そういうことなんだよ。いつも呪われてんだ、君は。その呪いもどうにかしてくれ。ビロ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 。まだこれもう疲れてきちゃった。もう戦いに明け暮れてもう疲れてきちゃった。でーでりってって、もうどっから来たか忘れてたよ。俺はどっから来てどこに向かっていくのかもう完全に忘れてしまった。お、下に潜っていくんだよ、私かな。俺は下に潜っていけば OK だな。でててて、思い出の鈴。逆にこれ何があんだろうな。大ぶなんか、なんだろう。ちょっと早く頼むぜ。さあ、来いや。最近の男女ちょっと広くねえか、ちょっと。だいぶ構造が広、なんかもう広いあれだな、なんか。とんでもないことになってきた気がするんだ。
ペンペンペン。てっ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 て。まあ、とりあえずボスがいなければ。ボスさえいなければ OK だ、上から。ここね。てててててて。ドゥル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 。さあ、潜れ潜れ。うっそ。海底神殿どこまで続いてんだって。まさかここも10回ぐらいあるんじゃないかな、まさかな。俺はそろそろもう、俺の限界にちょっと達成するぞ、なんかもう、そろそろなんつうの。発狂、俺の心が発狂しかいというかな。潜りっぱなしだと発狂するんじゃないの。たまにはちょっと牛と遊ばないと。外に出て 牛と遊ばないといけないからな。ドゥル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 ブルファンゴ。なーに？それは欲しいな。もう小さなメダルとかいらんだろうな。ボービー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 ロー。助けてくれ。俺もこの津波に飲まれそうだ。このなんか水のなんちゃらかんちゃらにある取り込まれそうだな。なんだこいつは。お前ボスか、お前ボス的なあれだな。じゃあこいつぶちのめして今回おしまいですか。じゃあそういうことだな。さあ行くぞ。俺の隅からぜ。死にたくない、帰れ。死ぬぜ。いいのか。はい。ウェーバー。これと宇宙の飯とおしまいですよ。すげえな、マジでよ。どんだけ強いんだ、ここの最近の界隈のあれは。ちょっと待って、なんか味方の中のあれだな。だんだんちょっとあの、何そのあれは。スクールとスクール。あー、ミスったまいいや。残り3500スターマン。ちょっと勘弁してくれ。俺のデターミネーションがもう、俺の心の、心がもう、折られかけて、もう、なんつうの、もう折れる寸前だよ、もう。このわけなかんで、ベロベロベロバーのせいで。もうこれ、ぶっかけたら OK だろ。で、これ、バイキュルトでこうだろ。でバイキュルトスラロンキャロルで行って、そのまま、ひたすら殴るみたいな。まあ、いつもの戦法できる。いいぞ。で、こうすると。フランス並み。まあ、そんな。あ、ちょうどいいわ。まだ秒間かかったからな。ちょうどいいんじゃないの？トゥルルルトゥトゥ。で、これも、こう、これでいいだろ。まあ、殴ろうでも。ひたすら。あの、スクール、ビーナスのスクールが、全然強くない。全然強くないぞ。んじゃこいつは。お見せしました。兄貴と呼ばれますか。勘弁してください。何でもしますから、これじゃ死ねないでくれて。ガードモンスター。一人で住んでるのは寂しかったんでさ。はい。まあ強いからな。なめとんのかこいつは。帰れ。俺に近づくんじゃねえ。なんだこれは。352？あれ？俺さっきこんなのだったっけ？あれ？おかしくね？いや、なかったよね、さっきね。ランダムでなんか、もしかしたらなんか、なんつうの、アイテムが配置されるのかもしれない。帰ろ。よーし。疲れた。とりあえずは、またじゃあそのなんか、いろいろ集めて、やればいいってことだな。では。ソルバだ。